どっかにあると思う。まあ今回は用は足りたけどさ、あれを探しちゃった一生懸命。でもね、あれ探せばあれ全部使っちゃったと思うんだよ。だからどっかめっかりはまた在庫があるからさ、なんならほらそれ BC 部でいいんじゃないか、透明のね、でぐるぐる巻いて、あれ1ミリで1キロワットぐらいあるんじゃねえか、あれ耐圧で。あのね、0.1 ミリで1キロ、あの1ミリだと10キロぐらい持ってる。そうなの？だ、あの、やっぱ1、2、3、4、4回ぐらい巻いたよ、エレメンタル。だったらね、あれが確か 0.1 だから4キロですよ。あ、じゃあ大丈夫だ。ラジエーターじゃねえか。本来別にあのグランド落っこちてても問題ないからさ。いや、なんかね、なんかすごく、なんか気分がいいね。それ全部3つのエレメントさ、あの U ボルトでこう締めるとかね、3センチぐらいの、包帯を作ってぐるぐるっと巻いてさ、それで U ボルトで締めた。その方が浮いてますよ。そう、了解です。まあ、いいんじゃないですか。まあ、あのね、そのうちにね、また機械に確認としますから。あのね、この包帯まだいっぱいあるから大丈夫。はい、ありがとうございました。ああ、本当綺麗な。JK は IQK、こちらは DO9T。こんな時間に5なんて30デビュー。それではご覧ください。バイクマイホース、カジュペン。ありがとうございました。はい、失礼します。バイクまだ起きてるの？あ、あれ、どれだ？ QPS、あらんた。なんであんた、こんな強いの？その話をしたわけ。全部浮かしたんだよ。疲れちゃったよ。浮かしてあんまり関係、あんまり変わりねえんだよ。JR1 QX D1 ISP だもん。そう。あ、昔のアンテナはそういうのアメリカなんでも多いんだけどさ、あのセンターがね、ちゃんと出てれば、ブームにね、劣位しなくてもいいんだけど、センターがずれた場合はパターンが変わっちゃいますよってことなんだけど、まあ、あんまり関係ねえと思うけどな、どうぞ。昔懐かしの9割何？